保証に立つこの兵本記事では、スウェーデン王室のこの絵兵について説明する。スウェーデンのこの絵兵は、ヨーロッパの中でも古い歴史を持っている。その伝統はデンマークからスウェーデンを独立させた、グスタフ一世が、共に放棄した農民兵の中から自身を守るための兵士を選抜したのが始まりとされる。それ以来、スウェーデンのこの絵兵は、 ストックホルムにあり続けて王室と首都を守り、戦時には最有力な戦力として戦場に赴いた。近代的な警察機構が整うまでは、この衛兵はストックホルム全体の治安維持の役目も担った。ストックホルム宮殿での交代式戦後、この衛兵はスウェーデン軍3軍及びスウェーデン郷土防衛隊の部隊から分担して、派遣された兵士によって構成されるようになった。 彼らは全国各地から徴兵によって集まった若者であり、彼らがこのような役割を担うことは彼らのみでなく国民にとってもスウェーデン人の持つべき意識について良い効果をもたらしていると軍は考えている。彼らはこちらは永続的な部隊として存在している、このエレン隊によって必要な訓練を受け、彼らと共に任務に就く。 実質的な任務に従事する期間はわずか1週間ほどで、1年に累計約2000人もの兵士が入れ替わり立ち替わりこの衛兵となる。ストックホルム宮殿前を更新するこの衛兵、この衛兵の任務はスウェーデンの王室とその宮殿を警備することである。具体的にはストックホルム宮殿とドロットニングホルム宮殿に配置されている。ストックホルム宮殿で行われる 交代式は当地を訪れる観光客の目当ての一つとなっており、多くの人々が集まる。このエレン隊も参加する。宮殿はかなりの範囲公開されており、その中でも警備に立つ彼らを見ることができる。また、栄誉礼を行う他に、諸種の国家行事にも参加する。国柄を反映して、女性がごく普通におり、その様子が他国と違う。王族の護衛については、 高いレベルの能力を要求されるような任務には、当然ながら彼らは厚かない。スウェーデン国王は日本にもよく来訪するが、その際に目撃することのできる、追行している軍人はプロフェッショナルである。軍学隊のパレード近年スウェーデン軍は、急速にその規模を縮小させられているにもかかわらず、海外派遣任務については変わらないか、むしろ増加しており、兵士のやりくりが困難になってきている。 そのため、この衛兵のために人員を咲かなければならない部隊の負担を縮小するため、徴兵を終えている者を再雇用して、この衛兵専属のパート兵士とする案が検討されている。との報道があった。この衛兵の式典は、観光シーズンである6から8月については毎日行っている。軍楽隊を伴って、ストックホルムの街を更新してくる。 この衛兵が王宮に着くとたっぷり30分はかけて交代する。ありがとうございます。